はい、こんばんは、島津です。皆さん本日はフリーホラーゲームやっていきたいと思います。タイトルはトイレットルームといった内容のゲームです。こちらはですね、ストーリーとしてはまあ主人公が目覚ましたらトイレにいましたと、でそこから脱出するといった、ゲームっぽいです。はい、それでは遊んでいきましょう。果たしてこの人は無事にね、この暗いトイレから出れるんでしょうか。着いた。ほうほうほう、こんな感じか。ライターしかないから多分脱出ゲーかな。そうだね、インベントリ画面とかそういったのもないから。ほう、なぜこの人はこのトイレに連れて来られてしまったんでしょうか。うん、意外と汚い割には、見て、新品のトイレットペーパーが、ちゃんと、置いてあります。あ、流せるんだ。大抵ね、こういった、そうだね、錆びれたトイレの場合だと、トイレットペーパーなんてね、置いてなかったり、なんつうのかな、もう水でなぜかこう、ぐっちゃぐちゃに、ね、濡れて、カチコチに固まったトイレットペーパーとかね、そういったのが置いてあったりしますよね。だけど新品でまだまだ使えそうな、感じです。ということは誰かがね、まだね、ボロボロながら管理してるんだと思います。はい、おお、しっかりとね、ほとんどのトイレかな。そうだね、ここだけないな。ここだけトイレットペーパーのホルダーがないけど、ここを除いては全部完備してあります。素晴らしいね。なんかこれ見てたら小学校の時のことを思い出しますね。よくね、腹下す人間だったんですよ、私。それで学校登校中にね、よくね、お腹が痛くなってたんですよ。で、その学校に向かう通り際に、公園があって、トイレがあったんだよね。で、まあ、駆け込むんですけど、代々ね、トイレットペーパーがないっていうね。まあ、そういった時のためにポケットティッシュをね、絶対持参してたんですけど、ポケットティッシュもね、持ち忘れてた時はね、まあ絶望しましたね。あのトイレもこれぐらいしっかり完備してればね、私も絶望しないでね、すっきりね、できたとは思うんですけど。そういった時はね、しっかりとお尻をね、キュッと締めてね、牛歩でね、歩きながらね、次のトイレをね、探してました。行きましょう。またトイレ？これはダメだろう。プライバシーのかけらもないぞ。おー、丸見えじゃん。あまりにも丸見えじゃん。おー、完備して、ここない。なんか一部だけね、ホルダーがないね。やっぱ古いからね、ホルダーのところが取れちゃったんですかね。なんか音聞こえる。ぼちゃぼちゃ言ってる。誰かしてる？誰かトイレ入ってる？ね。ぼちゃぼちゃ言ってましたよ。なんだこれ。うわ。今気づいた。血みどるやん。え？先に行けってことか。あ、走れる。一応走れるけど。わ、ここは完全にプライバシーなんてない。ただこんだけ広かったらね、そうそうここを使うことはないと思うんですけど。ぼちゃぼちゃってどっから聞こえてきてるかね。懐かしいなぁ。レバー式の。その紐式ね。紐式のトイレ。紐式はね、もう見ないよね。あったんだよ。昔。紐式の。ちぎれた時がね、流せないんだよね。確か。あ、あった、あった。何？変な声聞こえた。ポタポタ音がね、なんか近くなってきてる。え？トイレの住人がいましたよ。あんた誰？管理人？ここの。それとも、トイレの神様？トイレの神様。いや、トイレの神様の可能性があんな。いや。待って。え？あ、普通のガチョウさんでした。おまるかと思った。トイレだから。トイレだからね。おまるかと思ったんだけど、ガチョウさんです。アヒルさん。ガチョウ？
ガチョウとアヒルって一緒なんだっけ？種類違うんだっけ？まあいいです。が生きてます。この後おまるにされるんですかね、この人に。トイレの神様に。いや、もう喋る、喋った。 I haven't met なんとか for a long time。 長い夜だと。 Who are you? あんた誰？ I'm just like you, the person who's stuck here. What kind of place is this?何者なのかわかんないね。エンドレスって言ってる。え、ここに閉じ込められた人なんかな。トイレの世界。そこに迷い込んできたアヒルさんってことかな。How long have you been here? 上にしとこうか。I don't have check, so I can't tell. How long have you been here? How do you get out of here? こっから出るにはどうすればいいかと。I have no idea かな。To be honest, I don't ever try.閉じ込められてるっぽいね、やっぱ。お、なんかくれる。なにこれ？ん？鍵？何渡された？鍵かなんか渡されましたね。とりあえず、彼とアヒルさんもここに閉じ込められてると。いうことみたい。で、さっきもらったものは何なんですかね。まあ、よくわかんないです。とりあえず、他も探索しよう。もしかしたら他にもいるかもしれない。ね、閉じ込められてる人が。あった！ここの鍵だったみたい。行ってもトイレ。おお、木材が置いてある。工事中っぽいな、ここ。ああ、終わった。アヒル？ヒューマン。My help. But I made your hell too. My life is blocked and it's hard for me to breathe. You must find the plunder and help me. After that, I will help you. トイレの主がいました。ここにトイレの管理人本人が。お前が作ったんか、ここ。で、どうすればいいの？ねえ、なんか喋ってたけど。助けてくれみたいなこと言ってなかった。トイレを、増築してほしいんじゃない？おっと？トイレットペーパー。なに？お、待て。お、待て。やばい。嘘。一回出ようか。出れない。トライアゲイン。あ、変なトイレ人間が住み着いてるからどうにかしてくれって言ってたんかな、あの主。あれかな、ここに長くいすぎるとトイレ人間になってしまうんじゃないですか、侵食されて。サイレンで言うところの死人みたいな感じ。あれも異界にいすぎると赤い水の影響で死人になってしまうんで、おそらくトイレの水でね、
トイレ人間になってしまったんでしょうね。多分そうだと思います。だからトイレの水に触れてはいけないと。うん。一定量を体に取り込んでしまうとトイレ人間になってしまうと。そんなことじゃないですか。うん。で、まあこいつらをどうにかしてくれって言ってんだと思うけど、ここだよね。こっち。急げ。さっきのとこはね、もう行き止まりだったから、そう。無理だったんだよね。足速いんだよな、こいつ。何気に。どこ行けばいいんだよ。これどこが正解なの？どこ？なんか落ちてんのかな、足元に。トイレが。トイレがじゃなくて。ちょっと待って、これ追いつかれるかも、もう。止まったら死ぬね。止まったら死ぬ。あ、ルート合ってるっぽい。うん。オッケー、オッケー。なんじゃここ。あー、やば。あ、なんだ、バカバカバカ。引っかかった。引っかかった。くっそ。いいとこまで行ったんだけどな。もう次は後ろ見ない。引っかかんないようにしないと。いいよ。いいよ。いいの合ってる？合ってるの？すごい広いんだけど。おおおオッケー。バーカ。バーカ。で、この人は力尽きてしまったみたいだね。どうにか、ここまで、たどり着いて、脱出できる手前で、君の意志は、受け継いだ。いや、僕はこのトイレの、パイプ管を通って、で、来てる！えぐない？えぐ。ちょっと、危ない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 。もうサムネ用に撮ってる場合じゃない。早くね、あいつ、足。待って、これ追いつかれるかも。しまった。ちょっと、サムネ用っつって、見ようとしたのがいけんかった。見ようとしたのがいけんかった。サムネに命かけすぎてね、死ぬ。あるあるですよね。あ、でもこっからか、よかった。またあの迷路、ね、くぐり抜けないといけないのかなって思う。だからヒヤッとした。おーし、出た。あ？まだ続くの？まあ、でも、あいつ諦めたな。うん、来てない。いや、長すぎじゃない？落ちた。ここに戻ってきた。さ、落ちてたパーツって、この人の、すっぽんだったんだ。さっき拾ったので、トイレが詰まってるから。すっぽん取ってきてくれっていう話だったみたい。これで本来の彼の力がね、発揮できるんじゃないですか。チュッポン。どう？満足した？はい、はい、はい、はい。抜ける？取れん？あれ？Thank you very much. おかげでスッキリしたと、ありがとうって言ってます。マイフレンドだって。返してくれるんだよね、これ。あ、返してくれるっぽい。向こうの世界に。チュポン。便器と友達になりました。あ、出れた？出たかな？おお、まだ続いてるやん、恐怖。便器と友達に なるという人生で一度あるかないかの体験をしたんですけど、まだですね。まだ脱出はできてないみたい。いや、あるか、便器と友達は。泥酔して吐くとき。あのときよく言われますよね。便器と友達に。トイレと友達に。よく飲む人は、そうですね、友達になりますね。潜水士の人が死んでます。なぜ？なぜ潜水士の人が亡くなってるんだ？
結構広いんだけど、キーアイテムある場所わかるかな。これは果てに行けばいいのかな、このパイプをたどって。おお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 お、ヘロヒューマン。地味に字幕多いんだけど地味に字幕多いんだけど、まさかこんな喋るなんて。あ、チポン、あ、洗ってくれてる、洗浄してくれてる、ん、洗浄してくれてる。あ、大丈夫かな、トイレ人間になんないかな。かなりの量摂取したけど、あ、水位が上がってきてる。これで上の世界に戻してくれるのかな。水位が上がってました。なんかおかしいなって思ってたら。来た、はあ、帰ってきた。バスタブやん。おお。トイレットルーム。押し上げてね、返してくれたみたいですね。現実世界に。ザ・エンド。待って、地味に投げんだけど、字幕。ちょーっとこれ、予定では、そうだね、これから編集して出すっていうつもりだったんだけど、ちょっと時間かかりそうかな。うん。はい。ということで、本日は、トイレットルームといったね、フリーホラーゲームやらせていただきましたが、ここまでとさせていただきます。主人公はね、無事に、まあ、異界のトイレから、現実世界に戻ってくることができました。まあ、これも、そうだね。あの、すっぽんでトイレを助けてあげたのが、よかったんでしょうね。はい。それではまたね、面白いフリーホラーゲームとかホラーゲーム見つけたら、動画投稿していこうと思うので、よかったらね、また見てやってください。はい。島津のフリーホラーゲーム実況になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。